はい、どうも皆さん、こんにちは。真壁です。真壁の米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジム・クレーマーをフォローしています。2月11日木曜日のマットマネーなんですけども、まあね、ダウはこの3日間の中で2日目のネガティブな日だったってことなんですけども、まあ何のことはない、まあ軟調といえば軟調ですけども、まあドーンと下がるわけでもなく、ダウはねマイナス 0.02%、 まあ横横ですよね。で SP500 はプラス 0.17%、ナスダックはプラス 0.38% ということで、まあまあ俯瞰で見てみるとね、先々週ドーン下がって、先週めちゃくちゃ調子よく戻ってきて、で今週まあグズグズしてると、まあドーン下がるわけでもなく、言ってもじわじわ上の方かなっていう感じなんですけども、ジム・グレイはね、今のマーケットにアプローチするのには2つのやり方があるって言ってるんですよ。これですよね、 2 ways ですよ。2つのやり方があると。でそれがねここにね端的に載ってるんですけども、レディット・レベリオン、もしくはリサーチ・レボリューション、この2つのやり方があると。でこの1つ目なんですけども、このやり方っていうのはジム・グレイはね、いわゆる戦場に突っ込んでいくやり方だと。やれショートスクイーズだ、やれヘッジファンドへの反乱、やれゲームストップ、やれタイマー株、やれティルレイだと、やれスパックだと、こういうのに突っ込んでいくやり方だと。で例えばゲームストップね、今もう株価こんなになってますよね。わーなってからわー下がってると。で今51ドルってことなんですけども、あとタイマー株とかもねすごいですよね。例えばティルレイですよ、これねめちゃくちゃ上がって2月になって、で今ドーン下がってるところですよね。でこの木曜日もねマイナス 50% ですよ、半分になってると。ジム・グレイマー、一つのやり方としてはこういうね戦場に突っ込んでいくやり方がある、今の株式市場としてはって言ってるんですよね。でもう一つのやり方なんですけども、それがこのリサーチですよね。戦場株に突っ込んでいくか、それとは対照的によく周りを観察して、事象を理解して深掘りして考えてお金を儲ける、こういうやり方もあると。でどっちのやり方を自分が進めるか、もちろん後者だと。戦場株に突っ込んでいくんじゃなくて、地道に自分のホームワークをして、これだと思う企業にお金を置く。でジム・クレーマーね、まあロビンフット革命とでも言おうか、まあ言い方は何でもいいんだけども、あなたが呼びたいように呼べばいいんだけども、この手数料無料の株アプリとかが出てきて、でそのことはね、従来株取引してた人がそのアプリ使い出すようになるだけじゃなくて、2000万人の新しい若者投資家が株式市場に参入するきっかけを作ったんだと。これがねロビンフット革命なんだけども、ジム・グレイマー、その人たちはね不思議によく当たる直感を持ってて、自分はねそれをいつも褒めてたんだと。多くの新しい投資家、素晴らしい直感を持ってるんだって言ってるんですよね。で自分はねいつもそれ褒めてたんだと。でまあちょくちょくねそういう回ありましたよね。僕も例えばね過去に動画にしてるんですけども、これ去年のね12月の上旬の動画ですけども、ジム・クレイマーねこの時もね、若者投資家すごいよって言ってるんですよ。4つの特性、インデックスファンドを信用しないというか、ただインデックスファンドにコツコツと積み立てるだけのことを良しとしないと、個別銘柄を買いたいっていう欲があるってことですよね。で、インディペンデントだと。他の人からね、ああしろこうしろと指図されることを嫌う。もう若い人っていうのは最もスマートな人たちが、もはやウォール街を目指さないことを知ってるから。ウォール街の言うことを聞かないんだと。スマートな人はね、もう起業したり、テクノロジー会社に行ったり、バイオメディカルに行ったり、そういうことをもう知ってるから。で、今の若者っていうのはインターネットに育てられてるから。だから本当にね、ニュースを聞くいい耳を持ってると。で古い世代の人たちはおそらく今の若者がどれぐらい賢くてパワフルか見誤ってると思うって言ってるんですよね。どれぐらい彼らがネット上の情報から素早く物事を学ぶのかということを分かってない人がね古い世代には多いと。であとは ESG 投資を大事にしてる、サステイナブルな未来に向けての取り組み、これを重視して投資するってことなんですよね。でそう言ってたんですけども、自分はねいつもそうやって褒めてただろうと。でね、多くのメジャーなブローカーによるデータもあるんだと。こういうね、新しい若い投資家たちは、例えば、去年、COVID で株式市場がドーン落ち込んだ時に、積極的に株買っていって、それでミルクとハニーを掴み取ったんだって言ってるんですよね。要はそっからの上がりを結構取れたんだと。で、それはね、そこら辺の古い投資家よりも儲かってるほどなんだと。これらの若い投資家っていうのは、上手にホームワークをしてから株を買うんだって言ってるんですよね。だからジム・クレイマーね、新しく参入してきたこの2000万人の投資家たち、この人たちが個別株が好きで自分でリサーチして買うと。
それが革命的だったんだって言ってるんですよね。で、それがリサーチレボリューションですよ。で、それはまさにこの人が言ってたことなんだって言ってるのが、いやー、ついに出てきましたね。ピーター・リンチですよ。ピーター・リンチ。伝説の人ですよね。で、ジム・クレイマーね、簡単にね、ピーター・リンチの説明してるんですけども、まあ、フィデリティ・インベストメンツのファンドマネージャーとして、マゼランファンドを運用してたんですけども、1977年から1990年の間、すごいですよね。10年以上も一貫して、SP500 の2倍以上の、年平均 29% 以上の年間リターンを出してきた男。めちゃくちゃすごい数字だってジム・クレイマー言ってるんですよね。で、ピーター・リンチね、どうやって彼はこれを成し遂げたかというと、彼の周りの素晴らしいアイディアをまずね、観察して、研究して、もしいけそうだなと思ったら、さらに研究して、いいところをもっと発見して、それからある程度の長期間の運用に耐えれることを確認して、それから株買ったんだと、ピーター・リンチは。で、こういうことのね、すべてが彼の名著。これですよ。ワンナップオンウォールストリートに書かれてるんだって言ってるんですよね。で、ジム・クレイマーね、この本によって自分のキャリアはインスパイアされたんだって言ってるんですよ。でね、このワンナップオンウォールストリートですけども、僕もね、日本語版読んだことあるんですけども、これですよね。ピーター・リンチの株で勝つですよ。で、いろんなこと書いてあるんですよね。ウォール街が気づいてないチャンスを探して、後でウォール街に実証させようとか、株価に投資するんじゃなくて会社に投資しようとか、短期の株価の変動はね、無視しようとかね、ありきたりの株でも大儲けできるんだとか、株式市場の短期の方向性の予測は虚しいだけで、でも株の長期投資の収益はかなりの程度まで予測できるとか、何かね、得意分野を取っかかりにすると株で儲けやすいとか、確かな1銘柄はよくわからない10銘柄よりも勝るとかね。なんかそういうね、名言がいっぱいあるんですよね。で、概要欄にリンク貼っておくんで、ご興味ある方はちょっと見ていただければいいと思うんですけども、まあ、ピーター・リンチね、テンバガーっていう言葉作った人なんでね。で、ジム・クレイマーね。だけど、このピーター・リンチ、実はね、長い間、時代じゃなかったんだって言ってるんですよね。ここのところずーっと、なぜならば、個人投資家っていうのは、多くが、自分たちはピーター・リンチになんかなれないと、もう決めてかかってたから、いろいろ痛い目にも遭ってきて。で、人によってはこういうこと言ってたんだと。銘柄選別なんかもうやめるんだと。どうせ市場平均に勝てないんだから。アクティブファンドはパッシブファンドに勝てない。もう歴史が証明してるじゃないかと。手数料の低いインデックスファンドを買ってたらいいじゃないかと。そしたらね、それほど心配することなく、それほど自分の心も痛むことなく、そこそこのお金を儲けられるじゃないかと。そういう風潮があって、このピーター・リンチが言ってるようなこと、それがメインじゃなかったことが、ここのところずっと続いてきたんだけども、だけどそれがどうなったって言ってるんですよね。このロビン・フッドとかの新しい2000万人がダー参入して、その人たちがね、それを終わらせたんだって言ってるんですよ。まるでピーター・リンチみたいに、インターネットで信じられないぐらい素晴らしいホームワークをして、これはという株を見つけて信じて買ってるんだと。で、そういうのをね、自分が称賛してたんだけども、ここのところ、違う感じにね、一部だけになってきてて、それはね、ジムクレイマーね、ステロイドのような方法がエスカレートしてきてるように思うって言ってるんですよね。で、いわゆるゲームストップのようなことだと。でね、突如、ピーター・リンチみたいなやり方と、ゲームストップみたいなやり方、やり方がね、二つに分かれてしまったような感じになってるわけだと。で、昨日ね、自分言っただろうって言ってるんですよ。ゲームストップのような、より安易なやり方っていうのは、まるでね、泡のようなマーケットを作ってるように見えるんだと。で、これはね、今週のメンバー限定動画でやったんですけども、いくつかの分野、これ泡マーケットだから気をつけろと。で、ちなみに今週は2本立てで、自分の経験のね、7年越しの宝くじっていうのも喋ったんですけども、ジム・クレイマーね、今ね、泡のような部分があるから、マーケットで。儚く消えるかもしれないような部分があるから、部分的に今のマーケットっていうのは危険区域にあると。でね、そこのところばっかり今ね、注目されてるけども、そんなことにとらわれることなく、そもそも、さっき言ったように、新しい若者投資家、素晴らしい銘柄選択をしてたじゃないかと。だからね、それを続けていこうよってジム・クレイマー言ってるんですよ。リサーチをして仮説を立てて、これだという流れに乗る。それを続けていこうよと。で、ジム・クレイマーね、例えばこういうことに乗ろうよっていうのを、ちょっとだけ上げていくと、例えばジローだって言ってるんですよね。ジローですよ。でね、ジム・クレイマーね、この会社っていうのは
ミレニアル世代が家を探す時のやり方を根本的に変えたんだって言ってるんですよね。で、そもそもこの会社は昔から業界でハウスポルノとして知られてたんだって言ってるんですよ。ハウスポルノですよ。で、そうなんですよね、このウェブサイトね。みんなの家とか値段をね、もう全部見れるようになってるんで、このサイトね。で、こんな感じでね。まあ、言えば不動産の Google みたいな感じですよ。まあだからね、僕も実際家買うときには、ジローを見たり、あとは似たようなサイトのね、レッドフィンっていうのを見たりしてたんですけども、まあこれ見れば自分の住みたい街で、今どんな物件が売りに出てるか、で、その予算とかね、間取りとかでスクリーニングすることはね、もちろんできますし、その家の外観とか内部のね、部屋の写真とか、広さとか築年数とか、その他のね、いろんなデータ調べることができるんですよね。で、その物件のことだけじゃなくて、その周辺のね、学区の評価とか、小学校、中学校、高校、どういうランキングの評価があるか。で、このね、学校の評価とかもアメリカって、もうバシーッと数字で出てるんでね、ここの学校は7か、ここの学校は9かとかになってるんで、で、学校がいいとこの学区は家の値段ボーン跳ね上がったりして、あと周辺の犯罪件数とか、あとね、お目当ての家と似たような家がバーッ出てきたり、それらが周辺でどれぐらいの値段で売れてるかとかね。まあそういうポータルサイトをジローやってて、でね、売上高の大部分は不動産仲介業者の広告とかから上がってたんですけども、ここに来てジローね、ガラッと変わったんですよ、会社が。で、ただの不動産ポータルサイトじゃなくなって、ジロー自身が家を買ったり売ったりして、それで儲けるといういわゆるアイバイヤーっていうやつに進出したんですよ。で、価格査定アルゴリズムがあって、家を買い取ってそれをちょっと修理したりリノベートしたりして、また売りに出すと、実際に売買もやると。だ、ただのポータルサイトから実際に売買を仲介するアイバイヤーに生まれ変わったんですよね。で、例えばね、こういうアイバイヤータイプ、オープンドアがありますよね。で、ソフトバンクとかから多額の出資を受けてどんどん伸びてるんですけども、ジローの CEO ね、以前言ってたのは、いや、こういうね、オープンドアみたいなディスラプターにやられるぐらいだったら自分たちでもやってしまえばいいんじゃないかと。ということで、ただの不動産ポータルサイトじゃなくなったんですよね。だから、ジム・クレイマーね、ただのハウスポルノのウェブサイトじゃなくなったんだと。この会社っていうのは、創業15年目にしてレベルが上がったんだって言ってるんですよね。で、ジム・クレイマー、昨日の決算も素晴らしかっただろうって言ってて、で、そうなんですよね。例えば発表された決算の EPS、予想27セントのところを41セントですよ。めちゃくちゃ良くて、株価どうなったかっていうと、この木曜日、プラス 16.82% もドーン上がったんですよね。それまでどんどん順調に来てたのに、さらにポーンと跳ねたと。で、ジム・クレイマー、ピーター・リンチみたいに考えてたら、こういうジローの動きっていうのは予想できたことかもしれないと。何を見つけれたはずだったかというと、もう全ては公開されてる情報で、で、それはジローがザ・グレート・リシャッフリングと呼んでるものだって言ってるんですよね。これですよ、ザ・グレート・リシャッフリング、リシャッフルですよ。まあ、シャッフルされるわけですけども、要はコービットが起こって人々が都市部から田舎へ脱出したんだと。リモートワークできるようにもなって、で、その時流に乗ってジム・グレイはね、ジローっていうのはハウジングのアマゾンになろうとしてるんだと。で、ジローはね、人々により安価に、より簡単に家を買って、そして売ってほしいんだと。で、極端な話、家の売買ワンクリックでできることを目指してるんだって言ってるんですよね。で、このね、昨日の晩のジローの決算発表の後、 CEO のリチャード・バートンが言ってるのを聞いたかって言ってて、で、このね、引用してるんですけども、顧客っていうのはもうワンクリックのような、その単純さを望んでるんだと。家を買いたいと思った人ね、もうあれやこれやっていうのはもう煩わしいんだと、関係ないんだと、ただ家を買いたいんだと。ジム・クレイマーね、このワンクリックのこの単純さ、まさにアマゾンの発想だろって言ってるんですよね。で、さらにね、リチャードさんこう言ってるんですよ。人々は新しい家に入りたいだけなんだと、家買ってそこに住みたいだけなんだと、その他の全てのことっていうのは障害物なんだと。だから顧客っていうのはワンクリックで家を売買できるような、そういう単純さを求めてるんだって言ってるんですよね。で、そうですよね、家買うときってなんかいろいろありますよね。僕なんか、何かなこれって思ったことはなんかありましたもんね。タイトルインシュランスって何かなとかね、なんでこんな払わなきゃいけないのかなって。まあ不動産屋通して、あれやこれやなんかめんどくさいな、早く住みたいなっていうのをジローもっと簡便化しようとしてるってことなんですけども、ジム・クレイマーね、重要なのは今歴史上最もハウジング分野がホットな時だと、そういうことなんだと。
だからそういう時流に乗ってる次郎が目指すワンクリックバイビンゴだって言ってるんですよね。でもちろんあなたはこう思うことだろうって言ってて、ちょっと待てよと、家の売買なんかそんなうまくいかないんじゃないのと、まあ、次郎が家を買って修理したりリノベートしたりして売るってことなんですけども、例えばなんかトラブルあったらどうすんだとかね、家の価格が2007年から2009年のように下がっていったらどうするんだとか、もしね金利上がっていったらどうするんだとか、手軽に売買しても後からいろんな問題出てくるんじゃないかとかね、そう思うだろうけども、ジムクレーマーそれに対する答えとしては、いついかなる時でもリスクはあるんだと。だけどね、このハウジングが絶好調な時にフェッドが金利を低いままにすることを明言してる時に、ジムクレーマー自分はハウジング界のアマゾンを目指しているこのジローを自分のポートフォリオに持っとくことはいいディールだと思うと言ってるんですよね。でジローね、株価こうなってるんですけども、まあ木曜日ね、こうトーン飛びましたけども、そもそもすごい安定した上がりしてきてますよね。ジムクレーマーまだまだどんどん行くんじゃないかと言ってるんですよ。でこのグレートリシャッフリング、人々が住むところをどんどん変えてる、シャッフルされてるっていうことで、そのグレートリシャッフリングっていうのはもう毎日毎日新しい質の高い投資アイディアを生み出してるんだって言ってるんですよね。だからリシャッフリングつながりで言うと、例えばあなたが今ねハイブリッドモードで職場に行く時もあるけども家でも仕事をしてる時、まあ僕もそうなんですけども、したらね家をねより楽しい場所にしたいだろうと、そこで出てくるのが例えばソノスじゃないかって言ってるんですよね。だからこれですよ、2番目に挙げてるのがソノスで、でこのソノスね、スマートスピーカーでねよく知られてる会社なんですよね。こういうやつですよ。でね Wi-Fi のワイヤレスネットワークを利用したほんとホームサウンドシステムですよ。でソノスのスピーカーね、1個買った人は2個買いたくなって、2個買った人は3個買いたくなるらしいんですよね。で家中にこれ置いてスマートスピーカーとして使うと。ジムクレーマーだけどね、製品がいいからというだけで株を買ってはいけない、それは当たり前だよねと。だけどね今回の決算が素晴らしかったんだって言ってるんですよね。でもどれぐらい素晴らしかったかっていうと、このモルガン・スタンレーのスターアナリストでケイティ・フバティっていう人がいるんだけども、この人が今回のソノスの決算グラミー賞に値するような決算だと呼んだんだと。それぐらい素晴らしい決算見ましたかってジムクレーマー言ってるんですよね。でこれもね2月10日に発表されたんですけども、売上が予想589ミリオンに対して645ミリオン、 EPS も予想 0.88 に対して 1.17 なんですよね。でジムクレーマーね、記録的な売上、記録的な利益、記録的なグロスマージン、そうだと、まさにグラミー賞受賞者のようだって言ってるんですよ。で株価どうなったかっていうと、これもねトーンと跳ねて 15.68% バー跳ねたんですよね、決算後に。でこれもいわゆるねハウジング関係のやつで、でハウジング関係ね、ジムクレーマー前々からすごい熱いよといろいろ言ってましたけども、日々新しいねソノスのようなこういう投資アイデアが日々生まれてるんだと。でもう一個だけ言いたいんだけど、半導体だって言ってて、でジムクレーマーね最近なんですけども言ったのは、50年祭を出してアメリカにめちゃめちゃ巨大な半導体ファンドリーを作るべきだと。それアメリカ国内に作って、今半導体不足してるけどもそういうことがないようにアメリカ国内にそういうの作って、そしたら雇用も多く生み出せるし、50年祭を出してそういう製造業ドリームを生み出そうじゃないかと。自分がねそういうこと最近言ってるんですけども、まあこの半導体活況のね、で時が不足してる状況、そういう状況では終わりのない買いっていうのがこういう会社たちに入るでしょうと言ってんのが、半導体製造装置のラムリサーチだったり、アプライドマテリアルズだったり、KLA だったりするわけですよね。で、こういう会社もね、木曜日すごい好調だったんですよ。例えばラムリサーチね、プラス 7.46%、ピョーン上がって、で、KLA もプラス 9% ですよ。こう、ピョーン上がって、で、AMAT もですね、アプライドマテリアルズも、プラス 6.72%、こうポーン上がったわけですよ。で、ジムクレーマーね、まあまあこういうね、グレートリシャッフリングとかで、活況を呈する、これからもどんどん行くようなそういう銘柄もあるし分野もあるやろと。でね、今回言いたかった本当に大事なことは、この新しい若い投資家の人たちがただインデックスファンドにコツコツ積み立てるだけっていうのを良しとせずに、自分で銘柄リサーチをして好んで個別銘柄を買ってる、この動きこそが真の革命的な動きなんだって言ってるんですよね。革命はね、このショートスクイーズでヘッジファンドやっつけろとか、
大麻株めっちゃ倍になったよすぐとかね、有名人が関わってるスパック早いうちから乗れるこの仕組みはすごいよとか、革命はねそこにあるんじゃないんだと。そういうのはいわゆる泡の部分で、そうじゃなくて時代がいろいろ変わってステイアットホームの状況もあり、手数料無料の状況もあり、株式アプリの状況もあり、多くの人が個別株をピックする、その動きが戻ってきたことが本当にこのコービット以降革命的なことなんだって言ってるんですよね。だからジムクレイはねこの回で言いたかったことは、ぜひ皆さんもこれを続けてくださいって言ってるんですよ。目を見開き続けて利己的なただ短期的な投機に走る人たちを打ち負かして、無駄に物事を複雑にしようとする人々は無視して、愚直にホームワークを続けて信じる銘柄に投資するということを続けてくださいってジムクレイも言ってるんですよね。なんか変なねドラスティックにバーン上がってでバーン下がるような、そういうとこになんとか乗れないかなっていう、そこにね頭のリソースを割くんじゃなくて、そんなことしなくても今の時代面白いことがいっぱい起きてて質の高い動きがどんどんあるから、普通にそういうとこに乗ってくださいと、今まで通りにやってくださいねってジムクレイは今回言ってるんですよ。はい、ということで視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずインターデジタルはええでということで、この会社ね無線技術の開発企業ですよね。でインテルとかねクアルコムとかとともに 5G 関連とかでも多くの特許を持ってるんですけども、ジムクレーマーこの会社ね興味深いって言ってるんですよね。そんなに高くなくというか、いつも安くて、しかもいつもよくやってる、そして成長してると、素晴らしい会社だと思うよって言ってるんですよね。はい、次タイソンフーズはあかんでということで、いやーこれはいけないよ、問題のあるストーリーだって言ってるんですよね。で2月11日ねこの決算発表あって、まあ EPS ねクリアしたんですけども売上ミスしたりして、だからね株価ねトーン落ちてますよね。-5.7% ですよこの日。こうストーリー問題あるから、まあ、どっちかといえば自分ね、食品会社だったらホーメルフーズの方が好きだよって言ってるんですよね。まあ、ホーメルフーズもね、この日ね、3.31% 落ちてますけどね。はい、次。ボックスはということで、いやー、ボックスね。僕あんまりいい思い出がないんですけどもね。ここのところね、ずーっと横ばいですよね。で、ジムクレイマーね、自分にはわからないよって言ってるんですよ。CEO のアーロン・レヴィーは素晴らしいんだって言ってるんですよね。だけど株価はなかなか一皮向けることができない。で自分はねアーロンを見限らないよって言ってるんですよ。アーロン素晴らしいから、魚人ですから。ジムクレイもね、自分はねアーロンは本物だと思うから。だけど今買っても多分ね次の決算までは何の動きもなく待たないといけないだろうけどねって言ってるんですよ。で次の決算ね3月2日の引け後にあるんですけども、まあジムクレイは CEO 買ってますけども、まあどうなんでしょうかってことですよね。はい、で最後なんですけども、クアルコムよりはということで、クアルコムね、ジムクレイマー素晴らしい会社だと、ただねファウンドリーの問題に絡められてるんだって言ってるんですよね。彼らはねチップを手に入れることができないんだと、だから決算ではペナルティーボックスに入らないといけなかったんだって言ってるんですよね。だからね2月3日決算発表ありましたけども、ここでトーン落ちてるんですよ。ファウンドリーの問題があると。で例えばねこの会社はそういう問題ないよって言ってるのがこれですよ、スカイワークスソリューションズ。この問題は自身のファンドリーがあるから、そういうねクアルコムみたいな問題がなくて、だから好きだよって言ってて、対照的にこの会社は決算後にトーンと飛んでそっからも上がってるっていう、そういうことですよね。いやいいですよねスカイワークスね、僕も持ってるんですけども、これからも期待したいですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。これからもジムクレイマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、で今回の英語なんですけども、ジムクレイマーね新しく参入してきた若い投資家たち、こういう人たちは奇妙な直感を持ってて、で自分はねそれを称賛してたんだと、そう言ってるのがこれです。Many of these people had uncanny instincts, and I praise them every night. はい、言ってますよね。Many of these people had uncanny instincts, and I praise them every night. 長男、次男、どうぞ。
Many of these people had uncanny instincts, and I praised them every night. 好きな飲み物は？水。Many of these people had uncanny instincts, and I praised them every night. じゃあ好きな飲み物は？牛乳。Many of these people had uncanny instincts, and I praised them every night. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。Uncanny ですよ。で、uncanny なんですけども、まあこの un はね、ちょっと否定語っぽいですよね。で、まずね、canny なんですけども、こういう意味があるんですよ。先の読める、利口な、慎重な、用心深い、抜け目のない、倹約な、良い、素晴らしい。まあちょっと日本語にすると幅広い意味ありますよね。canny。で、これの反対、uncanny。反対って何かなっていうので、uncanny っていうのは、薄気味悪い、奇怪な、神秘的な、不自然なほどの異常な、超人的なっていうことなんですよね。で、あれなんかこれ反対じゃないよってなんか思いますよね。なんか関連性なくないと。で、これ日本語にするとそうなんですけども、要はこのキャニーのキャンっていうのは、まあ何々できるっていうことで、何々するやり方を知っていると。っていうことで、先が読めたり、利口だったり、抜け目がなかったり、素晴らしかったりするわけですよ。やり方を知っている感じのキャニー。で、それの反対のアンキャニーっていうのは、キャニーの反対ということで、どうすればいいかね、よくわかんないよねっていうことで、それがちょろっと転じて、わかんないから薄気味悪かったり、神秘的だったり、異常だったり、超人的だったり、なんかわかんないよねっていう、そう奇妙なっていう感じなんですよね。だ例えば、The story was totally uncanny。その話はめちゃくちゃ薄気味悪いよねとか、その話はめちゃくちゃ神秘的だよねとか、要はなんかわからないことがあるってことですよね。とか例えば He has an uncanny ability to remember things。 彼は物を覚えるのに異常な能力があると。普通だったらわからない、 uncanny ってことですよ。だからわからないから奇妙なとかで、ちょっと悪い意味が入ると薄気味悪いとか不気味なっていう意味になるんですけども、不気味なっていうとね、ちょっとずれるようですけども、不気味の谷っていうやつあるんですよね。これ知ってます？これね、ロボット工学者の森正弘さんっていう人が提唱したことなんですけども、ロボット作っていくときに、まあもう完全にロボットってわかるやつから、どんどん人間にね、こう近づけていったときに、その人間の反応としては、人間に近づくにつれて、どんどんね、好感が増してくるんですよ。好感度というか、共感度というか、そう増してくるんだけども、だんだんね、ロボットが人間に近づいてって、ある時点の時に、いきなりね、強い嫌悪感が出てきて、で、さらに人間に似てきて、もう本当にね、外観とか動作見分けつかなくなると、また好感度とか共感度がまた回復してまた上に行くと。その前に、すごいね、嫌悪感を抱くところがあると。これをね、不気味の谷って言われてるんですよ。あ、面白いけどなんかわかりますよね。そういうのありますよね。ある時点で、好感とは逆の違和感とか恐怖感とか嫌悪感とか、薄気味悪さとかがあって、この不気味の谷って呼ばれてる。これが英語で、uncanny body って言われてるんですよね。だからここも uncanny が使われてるんですよ。ということで話ずれましたけど、戻しますと、ジム・クレーマー。多くの、こういうね、新しい投資家の人たちは、奇妙な直感があって、いや、自分はこれがいけると思うと。で、自分は、毎晩、それを称賛してたんだって言ってるんですよね。若者投資家ジム・クレーマーね、褒めてますからね。ということで、今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして、本当にどうもありがとうございました。Many of these people had uncanny instincts, and I praised them every night. Many of these people had uncanny instincts, and I praised them every night. 好きな飲み物は？水。水？だって水だもん。水一番好き？うん。お味噌汁より？うん、お味噌汁は飲み物っていうのかな、まあ。Many of these people had uncanny instincts, and I praised them every night.じゃあ好きな飲み物は？牛乳。あ、牛乳好き？二番目は？ない。ないの？うん。牛乳だけ？うん、好きなの？うん、嘘じゃん。クーフーじゃないよ。いっぱいジュースとか飲んでるじゃん。一番好きなのは？ジュース。あれ牛乳は？牛乳二番目。牛乳二番目？嘘じゃん。嘘ついた。And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round!